続いてのチームは花の都です。今年のテーマは時代を刻む里、京都。時が流れていく中で人々が出会い旅立ち、その後も愛し懐かしむふるさと京都を題材といたしました。京都の歴史が古代、中世、現代と移ろい流れていく様を、鴨川が沖入れ、上流が下流へと流れゆく様子と照らし合わせ表現いたします。ただいまご紹介いただきました花の都と申します。精一杯演舞いたします。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。みやこはいつ清掃の時を経る。